グランコリヌ城、ついにここまで来た。イレニア様をお守りすべき身でありながら、逃げ落ちた10年前のあの日を一日たりとも忘れるはずがありません。すべてはこの日のため、この時を待ちわびておりました。ジョセフ、礼を言う。俺を鍛え上げ、ここに導いてくれた。殿下、これからです。礼にはまだ早いかと。そのありがたいお言葉は勝利の後に。そうだな。ガレリウスを倒して、ゼノイラの野望を砕き、暴虐の世に終止符を打つ。母上、天井よりお力をお貸しください。あなたの息子コルニア王子アレインが今こそ無念を晴らし、王国に、大陸に光を取り戻してみせます。まさかこんなことになるなんて。島で暮らしていた日が遠い昔のことみたい。ああ、そうだな。アレイン、あいつはあいつだ。変わらねえよ。10年、一緒だったろ。うん。あ、地響き。先ほどから様子がおかしい。これは。報告。殿下、大変です。ゼノイラ兵が城下の民を惨殺し始めました。城下、血の海だ。ガレリウスめ、狂ったか。一体どうして。アレイン様、あの正気、支配の術と似たものを感じます。何かを触媒に術を大きく展開したものだわ。俺たちには契約の儀式を終えた指輪がある。支配の術には対抗できるかもしれない。聖書の六賢人の話が確かなら、城下全体を術式とし発動させるつもりでしょう。全ての聖書を巡った今、私たちの手には六賢人の力もある。この術式の発動を止めることができるかもしれない。狙いが何であれ、ここで引き下がるつもりはない。蛮行を許すな。行くぞ、みんな。ヘルマン殿、出撃の準備が整いました。我々もギルベルト陛下のもとへ参るぞ。血を開くには大地に血を吸わせる必要がある。そんな、我々はガレリウス様に従ってまいりました。何卒。フッ今まで外の連中よりいい飯を食ってきただろうが。命ばかりはお助けを。どうせ生きてたって我々ゼノイラ人の寄り代になる。同じことだ。来たようだな、我が忠実なるしもべたち。ガレリウス様、
再びお目にかかれて光栄です。まもなく過去は清算され、ゼノイラのために平和が訪れる。その儀式の第一段階として手始めに貴様らを呼び寄せた。なるほど、その儀式を妨げぬよう我らが動けばよいのですな。そうだ、すでに隔離用の門は開いた。それを何としても守り通せ。かしこまりましたわ。このナルセス、必ずやご期待にお応えします。戦場に出られるなら何でもいいさ。とっとと準備に取り掛かるよ。安心されよ陛下、我が豪園の前に立ち続けられる者などいまい。来た連中を片っ端から串刺しにすりゃいいんだろう。願ってもねえ。頼もしくて何よりだ。さあ行くがいい。ゼノイラ帝国の再興をなさんがために。出撃します。我こそは堅牢の出ます。よし行こう。どう出るべきか向かおう。さあ出撃、私に任せろ。行くぞ。俺の番だ。すぐ行く。こ好きにはさせない。やっさあ行こう。反撃だ。見切った。
行くぞ。やってくれたね。雷雲を呼ぶよ。やったぞ。考えるんだ。行くぞ。次はどうすべきか。次はどうされますか。行こうか。着いたぜ。やるか。わかった。よし。やられる覚悟はできてるか。槍が冴えてきたぜ。執念が私を強くさせる。精進し続けます。恨みっこなしだぜ。覚悟するんだな。挨拶決めてやる。ここは私が行きたくないよ。止めてお返し。しまった。えい、もうダメ。ここで決めます。これで悪を打ち払う光。私は負けん。どこまで強くなるのだ私は。いい調子ね。体が軽くなったみたい。この私に勝てるとでも思ったか。報いを受ける時間だぜ。まあこんなもんだろ。
感じるよ、強くなったの。いいぜ、すぐ行く。ご指示を。承知しました。負けるわけがない。当然だろう。コルニア王族の力見せてやろう。すぐに向かう。さて、さあ来い。やったぞ。どう出るべきか。考えるんだ。よし。私にあだなすとはな。これで大丈夫。これまだ終われない。敵を打ち倒す力を。回復させてもらうよ。これぐらいかかったな。固める。そんな、行くぞ。勝利を意識しろ。寝てろ。才能の塊かよ。まだ伸び足りないね。見ててね、母さん。これで兄上に近づけただろうか。この調子で行こう。ここだよな。どう出るべきか。気にはさせない。この子も喜んでくれてます。これで褒めてくれるかい。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。向かおう。俺が相手だ。この力必ず役立てます。また一歩進めたな。また少し強くなりました。どう出るべきか。行くぞ。好きにはさせない。よし。さて、向かおう。やるか。ああ。
到着した。さあ来い。勝利を積み重ねよう。天が見てくれている。承知した。出撃するぞ。さあ行くか。了解、指示を頼む。着いたぜ。いいぜ。俺の番だ。すぐ行く。後悔するぞ。思い知ったか。作戦通りに行くぞ。いいだろう。相手になろう。覚悟しろ。狙われている。好きにはさせない。考えるんだ。来い。さらなる力が。まだ強くなれるようだな。少したくましくなりましたか。飛竜と共に強くなろう。私の勝ちだ。私が行こう。ひとっ飛びだ。必ず勝利する。よりお役に立てますね。この戦術は破れん。先を見据えて行動だ。行くぞ。私に任せろ。進軍する。これで戦況が優位になるはずだ。指示を頼む。さあ行くか。私が行こう。
感謝します。指示を頼む。さあ行くか。了解。我が槍の錆となれ。調子上げて。守りを削ります。おとなしくしなさい。前進いたしましょう。実力行使に移る。見せよ、天使の力を。分かっていたはずだ。決して通さぬぞ。この翼にかけて。ああ、問題ない。私が行こう。天が見てくれている。一瞬で終わりにしてやる。ここで押しとどめる。まだまだ強くなるよ。我こそは剣の…でもどう出るべきか。
剣の裁きを受けよ。参りますよ。光の息、これならどう。風よ、来なさい。見るがよい。一気に片付ける。やった。天は見ている。任せよ。光よ、せよ。喰らえ。見切れますか。本気でいきます。撃つのに敵よ。お守りします。俺決めます。思い通りにさせん。はっ。まだついてこられるか。はあ、いいだろう。しまった。くそ、決めてやる。まだまだ傷つけさせん。私にあだなすとはな。我はホロニアス。武の高みへと至り、斧神は全てを焼き尽くす豪炎の刃と化した。かつての世にも我をうならす者あらず。たぎる者よ、我を超えてみせよ。みんなを守るんだ。君出せ。氷結回復を。悪くないね。耐えてください。下がるがよい。これで力を高めます。報いを受ける時間だぜ。少しは強くなれたでしょうか。いいぜ。ああ、ここは要所ですな。実力行使に移る。天よ、感謝する。この力で皆を守ります。翼を休めさせてもらいたい。この翼にかけて。
天が見てくれている。的確な判断を願う。行こう。やられる覚悟はできてるか。取るに足らねえやつだったな。やるか。わかった。さて、よし。どうするのだ。さあ行くか。指示を頼む。ひとっ飛びだ。私が行こう。絶対勝つ。さあ行くか。俺が相手だ。やったぞ。私が行こう。相手になろう。おごらず研鑽に努めるとしよう。指示を頼む。さあ行くか。了解。覚悟しろ。この調子で行こう。私が行こう。ひとっ飛びだ。抑えたぞ。さあ行くか。頼む。了解。必ず勝利する。私だって役に立つんだ。備えよう。おとなしくしなさい。凍えろ。回復させてもらうよ。精霊よ、力を貸して。まだ終われない。それを攻勢に転じる。回復を。これでも食らえな。おっと、抜きました。温まってきたぜ。回復させてもらうよ。俺ってば才能の。まあこんなところだった。私だってさらなる高みに。この調子で行こう。お任せください。了解しました。
相手になろう。久々に味わう戦場の空気だ。生か死か、これほど単純明快で刺激的な場所は他にないからな。早々に死んでくれるなよ、この私。テオドラをせいぜい楽しませろ。先手を打つ。まずはこれだ。安心してください、援護するわ。共に進もう。援護するわ。行くぞ。天よ、これも僕で。勝利を積み重ねよう。どう出るべきか。向かおう。到着した。来い。当然の結果だ。さあ行くか。ひとっ飛び、私が行こう。任せておけ。この翼にかけて。問題ない。ご指示を。承知しました。次はどうされますか。我こそは堅牢なる盾、出ます。ざまあないね。ここが目的地だな。ご指示を。進軍します。さあ行くか。了解。天が見てくれている。承知した。先を見据えて行動だ。いいだろう。狙う。考えるんだ。どう出るべきか。一歩たりとも通すまい。必ずや押しとどめてみせます。隙を見せないで。平気だぜ。この盾に近づけ。回復よ。平気だぜ。燃えな。やりましょう。
そこです。正義の目縮小。回復するわ。引きません。隙は見せません。通じません。一息ついて。私にお任せ。勝利は目前です。揺るぎません。わけにはいかぬのだ。あなたの盾となりましょう。はっ。いっあ。何なりとご指示を。たりとも通すまい。力の差を思い知ったか。お任せください。了解しました。必ずや押しとどめてみせます。引くわけにはいかぬのだ。何なりとご指示を。進軍します。次はどうすべきか。私に任せろ。作戦通りに行くぞ。我こそは堅牢なる盾。報いを受ける時間だぜ。恨みっこなしだぜ。いいぜ。我が槍の錆となれ。まだまだ精進せねばなりませんな。ご指示を承知しました。次も負けない。相手になろう。強くなったのを感じる。私が行こう。指示を頼む。来い。来たな、反乱軍どもよ。さあ、とっとと始めようぜ。このベリサリオス様は長いこと眠ってて血に飢えてんだ。殺すだけじゃ収まらねえ。気の済むまでめった刺しにしてくれる。何してる。スキル任せたわ。お前らその程度か。まだよ。やってしまって。大丈夫。鉄壁だぜ。もがさねえぞ。頼んだわ。お助けいたします。絶対捕まらねえ。休息よ。見とけよ。行くぜ。行くか。もうだか。このまま一気に攻めるぞ。まずいな。東は
決まれよ。私の勝ちだ。さあ行くか。任せておけ。この翼にかけて。問題ない。相手になろう。この調子で行こう。指示を頼む。ひとっ飛びだ。覚悟しろ。まだ強くなれるようだな。休息せねば。私が行こう。抑えました。次はどうすべきか。さて、行くぞ。やるか。ああ、考えるんだ。俺が相手だ。やったぞ。どう出るべきか。よし。力の差を思い知ったか。好きにはさせない。私はナルセス、魔導の英知を極めし者。流れゆく水に逆らえぬように我が魔力の本流に抗うことはできぬ。それを今ここで証明してみせよう。
炎よ。死ぬねんよ。はい、させるか。まとめて駆除する。勝利を積み重ねよう。ゼノイラの兵たちよ、諸君らの活躍によりゼノイラの民はフェブリスによみがえろうとしている。大陸が正しき所有者の手に戻る日が来たのだ。時は満ちた。いよいよ最後の仕上げだ。隔離世と写しをつなぐ術式が完成するまでこの城を守れば我らの勝利。迫る反乱軍を倒しゼノイラの民を救え。厄介な敵だね。もう動けないよ。厳しいわ。
さて向かおう。考えるんだ。奴らの隙にはさせん。そこでよいのだな。俺が相手だ。よし。好きにはさせない。気にはいかねえ。撤退させてもらう。どう出るべきか。さて、よし。さあ来い。
沈没ですよ。出るぜ。いいぜ。わかった。いざ出陣。頼む。早速行動だ。立て直しを考えよう。回復が必要だな。向かおう。狙われているようだぞ。先を見据えて行動だ。進軍する。どう出るべきか。進軍します。あなたの盾となりましょう。天が見てくれている。行こう。正気を見出さなければ。ここだな。私の剣から逃れられると思うな。このまま薙ぎ払う。精神騎士団の名にかけて。目標地点に着いたぞ。恐れ知らずめ、後悔するなよ。剣の裁きを受けよ。
一瞬で終わらせてやるよ。私の出番よ。また強くなっちゃった。やむを得ん。殲滅される前に撤退するぞ。回復が必要だな。見せよ天使の力を。的確な判断を願う。ご指示を。我こそは堅牢なる盾。これはありがたい。ご指示を。私にあだなすとはな。天の裁きを受けよ。これ以上はこの翼にかけて。奴らの隙にはさせん。考えるんだ。行くぞ。俺が相手だ。勝利を積み重ねよう。さて向かおう。好きにはさせない。やったぞ。どう出るべきか。よし。乗り越えられるのか。的確な判断を願う。ああ、問題ない。ダメ、動けないわ。この翼にかけて。皆のために戦おう。うん、行こう。承知しました。的確な判断を願う。行こう。さあ来い。よし、考えるんだ。行くぞ。さて向かおう。被害は免れんな。回復するわ。
を意識しろ。立ってられるか。ちょいと本気出すか。この戦術は破れん。私に任せろ。いいだろう。次はどうすべきか。ここは制圧した。俺の番だ。すぐ行く。考えるんだ。よし。一瞬で終わりにしてやれ。この力早く試したいね。この力使ってくれよな。この力民のために。精進し続けます。取るに足らねえやつだったな。やるか。行くぞ。ご指示を。決して通さぬぞ。頑張りましょう。守りを削ります。まとめて吹っ飛べ。今だ。したぞ。天が見てくれている。これで皆は守れない。的確な判断を願う。どう出るべきか。気にはさせない。勝利を積み重ねよう。指示は聞いてやろう。出撃するわ。どうなっても知らないわよ。言う通りにするわ。分かったわ。逃げても無駄よ。守ってみせよう。
次で決める。悪かったわね。好きに使っていいわよ。すぐに向かうわ。弱った姿は見せん。回復を要するな。膝をつくわけにはいかんのだ。そこか。ここよね。回復を要する。すぐに向かう。相手だ。勝利を積み重ねよう。どう出るべきか。よし、ここだな。さて、向かおう。ご指示を。進軍します。到着したぞ。任せておけ。ああ。奴らの隙にはさせん。承知した。さあ来い。やったぞ。ひりつくこの感じ、危険だ。どう出るべきか。好きにはさせない。よし、加減はできんぞ。消えな。証拠材な。やらせねえ。しまった。させません。お力添えを。もう一撃。甘いな。逃さねえぞ。無駄さ。追撃だ。いかぬ。まだではやられぬ。熱いの行くぜ。決めてやる。追い打ちだ。いかぬ。追撃だ。やってくれ。俺が相手だ。誰返さん。熱いの行くぜ。
てやる。私もやるぞ。しゃこざいな。倒れはしねえぜ。来やがれ。俺が相手だ。やったぞ。考えるんだ。行くぞ。どう出るべきか考えるんだ。向かおう。やるしかなかろう。この力で皆を指示奮陣。任せとけって。悪くない気分だよ。指示を頼む。そう、さあやろうか。ここは抑えた。天の裁きを受けよ。お導きを。見てなさい。無駄です。追撃だ。覚悟しなさい。射抜くわ。風を吹かせる。神秘をここに。弾いてくれる。天の加護を。動きを止める。は癒しましょう。天が導くまま。技に磨きがかかりました。この力は聖教のため。裁きが下ったのだ。天が見てくれているな。問題なのこの息だな。ここだよな。ここで押しとどめる。前進いたしましょう。我こそは堅牢。承知しました。指示を頼む。
指示は聞いてやろう。精神騎士団の名にかけて。構わん。制圧できたようだな。いいぜ。ああ、どう出るべきか。よし、ここは要所ですな。さあやろうか。皆のために戦おう。制圧した。どう出るべきか。行くぞ。次の行動は。やられる覚悟はできてるか。へっ。これぐらい。なしだぜ。俺の番だ。分かった。俺が相手だ。やったぞ。さて向かおう。やるか。ああ、押さえたぞ。ここは抑えた。奴らの隙にはさせん。指示は聞いてやろう。そこでよいのだな。到着だ。考えるんだ。どう出るべきか。この翼にかけて。さあやろうか。
功。我こそは堅牢なる盾。出ます。天が見てくれている。行こう。的確な判断を願う。先を見据えて行動だ。いいだろう。どうするのだ。コルニア王族の力、すぐに向かう。陽光であるな。どう出るべきか。よし、目的地に着いたぞ。次なる手は。次の行動は。ここだな。いいぜ。良い戦法だ。やるか。作戦通りに行くぞ。任せておけ。どうするのだ。さて、先を見据えて行動だ。ご指示を。指示を頼む。勢力に感謝する。いいぜ。コルニア王族の力、見せてやろう。作戦通りに行くぞ。進軍する。天が見てくれている。ああ、問題ない。皆のために戦おう。我こそは堅牢なる盾。なんとかしのぐぞ。我が願い、民の思い、誰にも計画の邪魔はさせぬ。来るがよい、弱き者どもよ。我はゼノイラ帝国皇帝ガレニウス。この世をすべく来る覇者なり。私だって役に立つんだ。我には届かぬ。強気だ。聞かぬ。まだ終われない。ぬるい。普通に歪み、ね、精霊よ、力を貸して。悪くないね。ずるい。もがき苦しみ。戻してやるよ。どうだ。圧を高めよ。かちまる。聞かぬ。口当てよ。はっ。抜けろ。あったまってきたぜ。まだ終われない。ひざまずくがいい。へん。
舞台を立て直さねば。誰であろうと相手になるまで。やられたままでなどいられん。この翼にかけて行こう。実力行使に移る。信じます。愚か者めが。動きを止める。もがき苦しみ。これを解き放つ。普通に弱み。これはどうかな。どうぞお守りください。手加減はしません。ぬるい。口当てよ。力が思い通りにさせん。奇跡を与えます。闇に飲まれよ。ね、落ちるのか。返してやろう。守ってみせる。射抜くわ。風よ、神の加護。これで終わりだ。下がるのだ。おしゃくな。行くぞ。より早く。治癒します。そう簡単に負けはせん。力が飛躍する。気はできません。天が見てくれている。さて行くぞ。考えるんだ。好きにはさせない。全ての人のため、負けるわけにはいかない。ガレリウス、覚悟。機を逃すな。漆黒の鎧よ。聞かぬ。もがき苦しみ。危ないところでしたね。共に進もう。受けてみろ。ぬるい。口当てよ。ね。それ。炎。光る。ぬるい。恐れおののき。かしないか。
て。向かおう。任せておけ。やるか。指示を頼む。ご指示を。俺が相手だ。私の剣から逃れられると思うな。好きにはさせない。ゼノイラ皇帝ガレリウス、お前の野望は崩壊した。ゼノイラ帝国は終わりだ。このガレリウス、敗して語る言葉は持たぬ。とどめを刺すがいい。テブリスの民を器とし、ゼノイラ人の魂を現世に呼び戻す。お前の目的を叶えさせるわけにはいかない。なぜそれを知っている？哀れなゼノイラの亡者ガレリウスよ、お前の魂を解放しよう。そうはさせん。まだ力を残していたのね。体を失い、800年もの間虚空を漂い続けたゼノイラ100万の民、その魂の苦しみと無念、それが我が力。この体はその結晶。ゼノイラの魂がある限り皇帝に敗走はない。いいか、お前はバルトロ。術式は完成したのか？魂があとわずかに足りておりませぬ。ならば力をよこせ。こやつらから奪い取るまで。
あなたの思うようにはならないわ。ワルトロ、何のつもりだ。皇帝陛下、最後はあなたの魂で術式は完成です。貴様、乱心したか。イレニア様、これは一体。母上、女王様は無事よ、アレイン。母上、イレニア女王、奮戦は認めるが、それもここまで。まだ勝負はついていない。油断したな、バルモアよ。バルモアの姿が消えていく、どういうことだ。無駄なこと。我を殺せばお前が新たな器となる、それだけのことだ。なんだと。貴様まだ生きているのか。いや、バルモアは所詮ただの人間。皇帝の魂に耐えきれずに消滅した。貴様何者だ。わしはゼノイラの魔術師バルトロ。バルモア家に代々伝わるゼノイラの鎧、その鎧にガレリウス陛下の魂をつなぎ止めてきたものだ。体が言うことを聞かぬ。コロニアに受け継がれる一角獣の乙女の血、確かなようだな。皇帝ガレリウスがその体もらい受ける。ガレリウスにそのような力があったとは。あれからどれだけの月日が過ぎたのかは分かりませんが、アレイン立派になりましたね。これもジョセフ、あなたが守ってくれたおかげです。術式は完成し、隔離をと移しをつなぐ門は開いた。一角獣の呪いで隔離をに囚われた魂、これは生きたまま変換された霊体だ。まずはこの力でお主たちを始末してくれよ。ジョセフ、母上を安全な場所に。アレイン殿下はどうされるのですか。俺たちにはやるべきことが残っている。救世主のあなたなら必ずできるわ。あの術式を破壊しましょう。二人ともお気をつけください。
ざ出陣。皆のために戦おう。承知した。指示を頼む。出撃するわ。言う通りにするわ。あっちね。皆のために戦おう。よし、行こう。考えるんだ。行くぞ。出るぜ。俺の番だ。わかった。出撃します。どう出るべきか。承知しました。ご指示を。出撃する。この翼にかけて。承知した。行こうか。どうするのだ。そこか。指示を頼む。皆のために戦おう。見せよ、天使の力を。加減はできんぞ。諦めろ。こいつはどうかな。大丈夫です。うん、しまった。いでだ。決めろ。出ません。それ。頑張れよ。やっちまえ。取れ。力を。いいだろう。あぶねえ。この力で。獅子の力。溢れんばかりの力だ。能力の向上を感じます。安らかに眠れ。さあやろうか。早速行動だ。報いを受ける時間だぜ。平気だぜ。くらえ。しまった。ちくしょう。心を燃やせ。裁きはしないで。平気だぜ。耐えられるか。ちくしょう。あったまってきたね。決めろ。
届かねえよ。ぶちのめせ。そりゃ。勝った。元気だぜ。私も行くよ。槍が冴えてきたぜ。俺にかかればこんなもんさ。俺が相手だ。どう出るべきか。好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。さて、よし、見せよ天使の力を。参りますよ。動きを止める。追い風を吹かせる。全力で行く。癒しましょう。治癒します。はあ、私は負けぬ。より計算を積まねばならんな。翼を休めさせてもらいたい。的確な判断を願う。我が槍の錆となれ。知らないわよ。エルトリンデ、あなたを守るわ。今度こそ。これで大丈夫。こうしよう。来られるか。そりゃやり尽くせ。見とけよ。燃えろ。決めてやる。元通りに。
しないわ。こいつはどうだ、受けてみろ。行くぞ。ザー、まだまだ。見とれちゃった。この力はロザリンデ様のために。この力ロザリンデ様のために。これからも期待しててね。より戦いに貢献できそうだ。惜しかったわね。指示をちょうだい。いいぜ。好きに使っていいわよ。どう出るべきか、向かおう。コルニア王族の力見せてやろう。すぐに向かう。決して通さぬぞ。頑張りましょう。せい、終わってないよ。まとめて吹っ飛べ。この力で皆を守りましょう。力が湧いてきた。我が盾は砕けぬ。どう出るべきか。この翼にかけて。俺の番だ。さて、俺が相手だ。やったぞ。考えるんだ。よし、覚悟するんだな。援護するわ。私がそばにいるわ。気にはさせない。休息を取ろう。どう出るべきか。さて、いいものを手に入れた。次はどうすべきか。天が見てくれている。的確な判断を願う。天が見てくれている。我こそは堅牢なる盾。指示を頼む。指示をちょうだい。どうするのだ。
ルニア王族の力見せてやろう。そこか。戦力差を見誤るなよ。援護するわ。無駄なあがきよ。準備は整っておる。残すは貴様らの始末のみ。この戦いを終わらせます。二度とあのような悲劇を起こさぬように。お父様、どうかみんなをお守りください。ほら、かかってこいよ。誰も死なせん。それ決めるよ。盾となろう。勝ってみせます。虫歯め、当ててみろよ。おいき。傷つけさせないわ。まとめて倒れろ。いかん。灰となるがよい。闇よ、ここは私が。まだまだこれからだ。受けてみせよう。切る。あがくな。虫歯め。これでどう？おお、ウェルトは死ぬのよ。やつらを殺す。ここで。少々無理をしすぎたか。撤退する。どう出るべきか。行こうか。どうするのだ。いいぜ。さあやろうか。言う通りにするわ。ご指示。さて、向かおう。得策ではないな。私がそばにいるわ。お行儀が悪いの。コルニアの王子を。戦う意味などとうになかろう。すべては無に帰すのじゃから。獅子が動く限り諦めはしない。俺のすべてをかけて戦い、お前を撃つ。機を逃した。ザコ様が。安心してください。うっせぇ。呪う一角銃の力よ。もだえよ。絶対に勝とう。ぜい押し通す。なんとあがくね。危ないところでしたね。邪魔のやつ、ネズミども。これでどうだ。
ないで。任せてください。お行き。溺れるがいい。戦闘続行だ。見せてくれよ。一角獣の力よ。皆のために戦おう。任せておけ。俺の番だ。この翼にかけて。我こそは堅牢なる盾。立て直しを考えよう。するわ。すぐに向かうわ。さあやろうか。承知した。ご指示を。進軍します。コルニア王族の力見せてやろう。ああ、的確な判断を願う。行こう。どう出るべきか。考えるんだ。どうするのだ。すぐに向かって任せておけ。好きに使っていいわよ。指示を頼む。我こそは堅牢なる盾。どこがあるな。おのれ虫神。
力を本気で行け。行くぞ。やるか。わかった。どうするのだ。そこか。どう出るべきか。こんな時こそ冷静に。火に使っていいわよ。指示をちょうだい。手立てがないな。援護するわ。加護の光よ、力の差を見せよ。それ撃する。やられる覚悟はできてるか。勝った。もだえよ。行きます。邪魔はさせぬ。ぶん殴らせてもらう。なんと。そいつも取ってしまう。あがくな。こっからだぜ。撃ち抜くぜ。欲しいが。出るべきか。考えるんだ。行くぞ。俺の番だ。さあ来い。
行こう。闇の衣よ、一角獣の力よ。戻れよ。行くぞ。受けてみろ。いかに、あがくな。安心してください。はい。慈悲などない。変、まだだ。一角獣の力よ。これをお願い。は？よし、皆を守れる騎士となろう。もっと強くならねば。これくらいお手の物です。一歩ずつ前に進みましょう。よし。あの魂がある限り、わしは負けぬ。ゼノイラの民を復活させるんじゃなかったのか。それはガレリウスの願いだ。門を開かせるため、肉体を与え、うつしおにつなぎ止めていたが、門が完全に開いたからにはガレリウスはもう必要ない。それにただの人間を復活させて何の意味がある。同胞の魂を何だと思っているんだ。ようやく手に入れたおもちゃだ。大事に思っておるよ。この力で滅びた魔物たちでも蘇らせ、フェブリスの民と戦わせるとしよう。許せないわ。ゼノイラの民よ、聞いてくれ。もはやあなたたちの皇帝は死んだ。ここにいるのはただ力を貪る怪物。これがあなたたちの望みか。この怪物に利用されることが。無駄なことを。ゼノイラの民よ、心あるならば手を貸してくれ。というのか、わしの知識を研究
無に帰すと。フェニスの勇士たちよ、すべてのゼノイラ人に代わり感謝する。ありがとう。そしてさらばだ、アレン。アレイン殿下、ここにおられましたか。間もなく戴冠式です。ジョセフ、ゼノイラ帝国を倒し願いは果たされた。王位を取り戻すと指輪に誓い、これまで戦ってきたが、俺は王としてコルニアを良い方向に導けるだろうか。解放軍は最初騎士ばかりではない、傭兵や民間人の寄せ集めでした。殿下はそんな彼らを見事に導き、ガレリウス討伐をも成し遂げた。よもや殿下の手腕を疑う者がおりましょうか。ジョセフの申す通りです、アレイン。母上、もう外に出られて大丈夫なのですか。息子の晴れの舞台が執り行われようというのです。横になどなっておられませんよ、アレイン。本当に立派になりましたね。あなたなら大丈夫。あなたには同じ旗のもとに集った多くの仲間がいますから、胸を張っていきなさい。母上、ありがとう。二人とも、さあ行こう。コルニアの未来を担うために。西暦906年、かくしてこのフェブリス大陸に新たな王が誕生した。世界を戦乱へと陥れたゼノイラ帝国は皇帝ガレリウスの消滅とともに崩壊。戦乱の爪痕が多く残る各国も神聖コルニア王に呼応し、復興への道を歩んでいった。コルニア王国の歴史によると、旧国の英雄アレインは後の世でこう称されている。一角獣に導かれし解放王、ユニコーン・オーバーロードと。
Bye.